はい、大日織城さんの白写り、明け2歳、サイズが38センチです。お願いします。はい、新潟の大日織城さんの白写りです。こちらもですね、昨年の春の大日さんのオークションの本店さんですね、より仕入れてきたものなんですけども、もうその時点でから白写りでした。まあ、昭和を作った時におそらく出た白写りなんですけども、まあ模様がいいのと質がいいので、ね、残されたんじゃないかなと思っております。もともとジャンボ搭載できました。オスメス不明できまして、こちらも潜水害、他のポイたちと一緒に潜水害をしておりますが、まあ、色上げがかなり強くは与えていますので、多少黄ばみはありますが、思ったほど黄ばみはないですね。ですので、もともと字体が良かったので昭和から出たと思うんですが、残したんじゃないかなと思います。やはり字体の悪いようなやつはですね、もうその時点でおそらく切られてますので、何かいいものを持っているということで、大日さんもこれを残されたんじゃないかなと思っております。模様はですね、抜群ですね。また、昭和から出たということはですね、大型化も期待できる、そんな白写りになるかもしれませんので、大型の白写りを目指す方にはですね、ぴったりですね。はい、やはりちょっと普通の白写りとはちょっと違う、昭和から出た白写りって感じがします。はい、掴みましょうかね。はい、見せるの忘れてました。暑いです、今日も。はい、暑いですが、結構これ炭引かんすよね。はい、すごく炭模様がすごくいい声ですね。はい、こちらもすごい模様してます。そうですね、なのでおそらく残されたんじゃないかなと思います。はい、何か特徴がないとさすが大日さんも選別で切っちゃうと思うんで、やはりこの炭も質が良かったのか残されたんじゃないかなと思っております。はい、いかがでしょうか。サイズの方が38センチです。ぜひよろしくお願いいたします。